MGM-31 パーシング試験飛行中のパーシング 2MGM-31 パーシングはアメリカ陸軍の主要な戦意機レベルの兵器としてレッドストーンミサイルを置き換えるためにマーティン・マリエッタによって設計、製造された二段式固体燃料準中距離弾道ミサイルである。通称はジョン・パーシングが衆国総軍元帥にちなむパーシングミサイルシステムは アメリカ陸軍ミサイル軍団によって管理され、アメリカ陸軍野戦砲兵隊によって展開された。1956年、当時のマーチン社社長、ジョージ・バンカーは、レッドストーン兵器省にある、アメリカ陸軍弾道ミサイル局の局長、ジョン・メダリス少将を表敬訪問した。メダリスは、ミサイル工場が、フロリダ州ケープカナベラルの近くにあれば、それが、陸軍にとって有利だろうと指摘した。 マーチンはフロリダ州オーランドにサンドレーク施設の建設を開始し、1957年後半に開業した。バズーカの共同発明者であるエドユールは同社副社長であり、新施設のゼネラルマネージャーであった。1956年にアメリカ軍は500から750ナノメートルの射程を要求しようとする弾道ミサイルの研究を開始した。その年の後半、 国防長官チャールズ・ E ・ウィルソンは200ミリ以上の射程を持つすべてのアメリカ陸軍のミサイルを削減するウィルソンメモを出した。そのメモが1958年に取り消された際、アブマは開発を開始した。そのミサイルの通称は最初にレッドストーン S スと呼ばれ、その後まもなくパーシングに変更された。クライスラー、ロッキード、ダグラス、コンベア、ファイアストン、スペリーランドび マーチンの7社は提案を策定するのに選定された。元ミシガン州知事であった陸軍長官ウィルバー・ブラッカーは契約をミシガン州の企業に与えるために明らかに地元から圧力をかけられていた。クライスラーはミシガン州からのただ一つの契約者であったがメダリスは決定をアブマの手に完全に委ねるようにブラッカーを説得した。 メダリス将軍とアーサールドルフ博士による選定作業の後、政府の技術的な監督と設計概念管理のもと、パーシングシステムの研究、開発及び初期生産の CP 回会契約がマーチン社に与えられた。マーチンのパーシング担当品質管理マネージャー、フィル・クロスビーは、システムの生産性と信頼性を強化したゼロディファクトの概念を開発した。 XM-14 研究開発試験用、試作 XM-19XM-14 の訓練用不活性弾頭弾 XMGM-31A1962 年の名称統一に、伴う命名規則変更のため1963年6月に改名された XM-14XMTM-31B1962 年の名称統一に、 伴う命名規則変更のため1963年6月に解明された XM-19MGM-31A パーシング I パーシングイ a m g m 3 1 b パーシング2発飛行前の XM-14 研究開発用試験ミサイル1960年2月25日撮影 XM-14 研究開発用試験ミサイルは 1960年2月25日に初めて発射された。パーシングはドワイト・ディ・アイゼンハワー大統領のために展示の一部として1960年5月に放とベニングで初めて公の場にその姿を現した。パーシングは後に1961年のジョン・カイ・ケネディ大統領の就任パレードの一部としても披露された。戦術運搬直立。 発射機からの最初の二段式での発射は、1962年1月にあった。第44野戦砲兵連隊、第2ミサイル大隊は、最初の戦術的なパーシング部隊として、ホートジルで編成された。ケネリィ大統領と政府高官は、様々な兵器システムの死者を見学するために1963年に、ホワイトサンズミサイル実験場を訪問したが、 パーシングは解説はされたものの発射はしなかった。第56野戦砲兵隊軍は3個ミサイル大隊の親部隊となるために西ドイツのハイルブロンで編成された。第41野戦砲兵連隊第4ミサイル大隊は1963年に編成されシュワビッシュ・ギュブントに配備された。この後にノイウルムで第81野戦砲兵連隊第1大隊の配備が続いた。 1964年にアメリカ国防総省の研究調査がパーシングがクラ任務に戦術航空機より優れていることを示した後国防長官はパーシング兵器システムを即応警戒任務に割り当てたドイツ空軍は法ト自ルで訓練を開始した第79野戦砲兵連隊第2ミサイル大隊は韓国に配備するために編成されたが 装備が搬出される前に解散された。1965年の時点で、アメリカ陸軍3個大隊と、ドイツ空軍2個航空団が、西ドイツで作戦可能状態にあった。発射体制のパーシングアイ。手前の車両が PS、ほとんど隠れているが、奥の車両が L パーシングアイは、全長10.5メートル、直径1.02メートル、重量4、655キログラムであった。 2機のチオコール射精固体燃料、ロケットエンジンで推進され、第1弾の TX-174 が115、KN の推力を38.3秒間、第2弾の TX-175 が85、KN の推力を39秒間生み出した。推進飛行時間の合計は、最高77秒であり、M8 前後の速度に達した。固体燃料、ロケットエンジンは、 簡単に停止させることができないため、射程の選択は、水力反転と、弾体ケースの排気口によって行われた。ロケットの各段は、接合バンドと爆発ボルトで接続され、搭載誘導コンピュータからの指示によって、ボルトを爆破し、接合バンドを排出する。もう一つの爆薬は、その段の前端で、水力反転ポートを開き、前端で推進剤を点火する。そして、 エンジンの水力の方向を逆にさせる。試験時に第2弾が弾頭の後ろに向かって引っ張られ、変流を引き起こすことが判明したため、ケースを開き高圧ガスを排出するように爆薬がエンジンの傍らに追加された。射程に段階をつけることはできたが、最大射程は 740km であった。ミサイルはロケットノズル内のジェットベーンとエンジンケース上のエアベーンで操打された。 誘導は、搭載アナログ誘導コンピュータと、エクリプスパイオニア ST-120 完成、誘導装置で行われ、弾頭には、通常弾頭、または、核出力400キロトンの W50 核弾頭を、搭載できた。パーシングアイの発射状態は4両の M474 早期車両からなる。ちなみに、レッドストーンは20両の車両を必要とした。電話は、 アセンブリとして2つの核弾と誘導部を輸送して弾頭を取り付け後発射プラットフォームを提供した。それはダイヤモンドマッチによって設計され FMC 社によって製造された取り外し可能な直立発射機を利用した。弾頭運搬車は弾頭本体とミサイルの位置を定めるのに用いられる方位核設定セットを輸送した。プログラマ試験ステーションと動力ステーションは 一つの運搬車の上に設置された。PTS はミサイルを発射前に試験し、発射するのに用いられるコンピュータシステムを含む移動シェルターであった。PS はミサイルと発射サイト地上支援装置のために電力圧縮空気の力及び調節された空気を提供した。ANTRC-80 無線端末セットはパーシングシステムのために特別に コリンズラジオ社によって生産されたトラック80はミサイルのファイアーユニットとより高位の司令部の間での見通し線または対流圏産卵の音声とテレタイプ通信を提供するために膨らませて使うディッシュアンテナを用いた L、PTS、PS 及び RTS は運搬車から取り外すことができ14機の CH-47 チヌークで空輸することができた ミサイルは3つの警域システムであらかじめ測量されたサイトに置かれなければならなかった。オペレーターは電磁窓に狙いをつけるミサイルの誘導部の警域を使ってミサイルを北に方位調整しなければならなかった。コントロールボックスを使ってそれが調整されるまで誘導部の ST-120 完成誘導装置は回転した。この時点でミサイルは どの方向が北であるかがわかる。1961年にマーチンはパーシングを元にした衛星打ち上げシステムを提案した。ペガサスはより軽量の簡略化された誘導部と短い3段目のブースターを持ち、60ポンドの米ドを210ミの周回軌道、または700ミの延地点に接する楕円軌道に投入することができた。ペガサスはパーシングの直立発射機を使用して、 開けた場所ならどこにでも据え付けられることができた。マーチンは発展しつつあるヨーロッパの宇宙計画をターゲットとしていたようであるが、この計画が開発されることはなかったようである。1965年にアメリカ陸軍は開発、試験及び評価計画を実行するために、ジョンズ・ホプキンス大学の応用物理学研究所と契約を結んだ。a p l はパーシング作戦運用試験部隊に、 技術支援を提供し、問題箇所を特定して、パーシングシステムの性能と生存性を改善した。パーシングや1964年に、パーシング愛の信頼性を図るために一連の運用試験と後続テストが実行された後、国防長官は陸軍にパーシングを即応警戒任務に適したものにするための改修仕様を定めることを要求した。 パーシングイヤーの開発計画は1965年に承認され、初期のパーシングはパーシングアイに改められた。マーティン・マディエッタは1967年中頃にパーシング野生産契約を受注した。第44野戦砲兵連隊第2大隊は1969年にホートジルで装備を受領した。プロジェクトスワップは1970年中頃までに ドイツにあるパーシングの装備のすべてを置き換え、最初のユニットは迅速にクラ状態を獲得した。パーシングイヤは速応警戒システムであり、より高速の車両、迅速な発射時間とより新しい電子機器を持っていた。発射機の総数は1個大体あたり8機から36機にまで増強された。それは1969年5月から配備され、1970年までに、 ほとんどすべてのパーシングアイシステムはプロジェクトスワップの下でパーシングイヤーにアップグレードされた。パーシングイヤーの生産は1975年に終了し、訓練中に費やされるミサイルを交換するために1977年に再開した。1970年代中頃にはパーシングイヤーシステムはどんなサイトからでも測量を必要とせずに 小隊の3機のミサイルを立て続けに発射することを可能とするために、さらなる改善がなされた。754機のパーシングアイ、イアミサイルが製造され、180機がヨーロッパに配備された。ヨーロッパの代替は、新しい編成及び機材表の下で再編成された。具体的には、システムのさらなる安全確保を維持するために、不評代替の編成が承認された。 これにより、第56砲兵隊軍が再編され、第56野戦砲兵旅団に改名された。パーシングシステムの特質上、指揮官の階級が1階級繰り上げられ、砲兵中隊は、隊員の代わりに少佐が指揮し、大隊は、大佐が、旅団は、巡将が指揮することになった。直立発射機は、フォード m 五十七5トントラクターで牽引される、されたローボーイ、 フラットベッドトレーラーであった。エレクションブームは3000プシーの油圧空気圧併用システムを使用して9秒で水平位置から垂直位置まで約5トンのミサイルを立ち上げることができた。PTS と PS はフォード M656 トラクターに取り付けられた。発射時の軌道は発射機付近に配置されるか、砲兵中隊式本部に据え付けられた遠隔発射ボックスから実行された。 三機の発射機につき一つの PTS が制御を担当したが、一機の発射が完了すると十本の大きなケーブルを次の発射機へ移動する必要があった。ミサイルコンポーネントへのアクセスをより簡単にし、メンテナンスを減らし、信頼性を改善するためのミサイルと PS を再パッケージする努力は、1974年に完了した。新型のデジタル誘導、制御コンピュータは、 アナログ制御コンピュータとアナログ誘導コンピュータの機能を一つのパッケージに統合した。平均補正メンテナンス時間は8.7時間から3.8時間にまで減少し、信頼性は平均故障間隔が32時間から65時間にまで改善された。1976年に連続発射アダプターと自動参照システムが導入された。スラは、 重量のトレーラーに取り付けられた自動切り替え装置であり、PTS が3つすべての発射機に接続されたままであることを可能にした。これは3つすべての発射機がホット状態のままであるのを可能にし、発射間隔を大幅に短くした。アルスはミサイル内の北方捜索ジャイロと ST-120 へのレーザーリンクを含み、従来ミサイルの照準、方位調整に用いられていた。 経緯を不要にした。一旦アルスが準備されるならば、コールド状態のミサイルは非常に短い時間で方位調整されることができた。セミトレーラーに搭載されたパーシング2タスクフォースは後継のシステムの開発を開始するために1973年に設立された。400キロトン弾頭はクラギンムには過剰な威力であり、より小さな弾頭で精度の方を求められた。 契約は1975年にマーティン・マリエッタと結ばれ、最初の開発発射は1977年から始まった。パーシング2は5から50キロトンの可変核出力を持つ新型の W85 核弾頭、または地中貫通する W86 核弾頭を使うことになっていた。弾頭はアクティブレーダー誘導の軌道再突入体でパッケージされることになっていて、 パーシングアイのロケットエンジンで発射される。1975年、アメリカはイスラエルからの新型のパーシング2の売却要請を断った。ソビエト連邦は1976年に RT-21M パイオニアの配備を開始した。SS-20 の最初のバージョンが 4400km の射程と2つの弾頭を持っていたため、 パーシング2の要求仕様はこれに対抗するために、射程を 1600km に増やすように変更された。ソルト2での合意のために、新たに発射機を製造することはできなかったため、パーシングイヤーの発射機をアップグレードし、新しいミサイルの方をこれに搭載できるように合わせなければならなかった。効果目標能力と W86 核弾頭は1980年にキャンセルされ、 製造されたすべてのパーシング2は W85 核弾頭を搭載していた。パーシング2の新型ロケットモーターはハーキュリーズによって作られた。弾体重量を抑えるためにロケットボトルはアルミニウム製接続リングを持つケブラー繊維が用いられていた。再突入体は誘導及び制御部、弾頭部及びレーダー部からなった。G&CC はバックアップとして 純粋な弾道モードで的確なミサイルを誘導することができるシンガーケアホットの完成誘導装置も持っていた。主誘導装置はグッドイヤーエアロスペースのアクティブレーダー誘導装置であった。目標地域のレーダー地図を用いてミサイルはセップ30メートルの精度を持っていた。以前のシステムに必要とされた車載 PTS の機能は発射機の横にあるパネルにまとめられた。 発射機を移動するための移動力は、アメリカの部隊のための M983 ヘントとドイツの部隊のためのマントラクターであった。トラクターは、ミサイルアセンブリのために使われるクレーンおよび電力を発射機とミサイルに提供するための発電機を持っていた。新型の誘導装置は、自己方位調整機能を持っていたため、発射機はいかなる測量サイトにでも据え付けられることができ。 数分で発射されることができた。パーシング2ミサイルはほぼ380機が製造され、これらは1984年1月から西ドイツで最初に配備された。1985年後半までに合計108の発射機のヨーロッパへの配備が完了した。パーシング IV はパーシングイヤーと同等の射程を持つパーシング2の短弾式バージョンであった。パーシング IV は ドイツ空軍で運用されるパーシングイヤーミサイルを置き換えることを目的としていたが、中距離核戦力全廃条約によって、ドイツ空軍がパーシングイヤーの廃棄に同意したため配備されることはなかった。パーシング 2RR は発射機の総数を増やせないことから2機の単弾式のパーシング2を搭載できるように発射機を修正しようという後継の思想であった。ミサイルの搭載の仕方は、 それまで1機のミサイルをトレーラーの中央にまっすぐ搭載していたものを脇に寄せてやや斜めにし2機のミサイルの向きを反対にして互い違いになるように搭載するというものであった固定された状態で燃焼されるパーシングのロケットモーターパーシングシステムは1988年5月27日に中距離核戦力全廃条約にアメリカが批准した後に廃棄された パーシングミサイルは1988年10月に退役し1991年5月にテキサス州貨道湖の近くのロングホーン陸軍弾薬工場でロケットエンジンの生体燃焼の後押し潰すことによって破壊され最後を迎えた INF 条約はアメリカ合衆国とソビエト連邦の2国間の条約であったが当時の西ドイツ首相ヘルムート・コールと ドイツ空軍は、軍備の目録から一方的に、パーシングやシステムを抹消することに同意し、1991年に、ミサイルを破壊した。押しつぶされていくパーシングの部品 INF 条約は、発射機とロケットエンジンの破壊に適用されるだけで、あったため、パーシング2ミサイルで使われた W85 核、弾頭は取り外されて回収され、B61 核爆弾に再利用された。 パーシング2の誘導部はヘラミサイルで再利用された。INF 条約は実弾として使用できない15機のパーシング2ミサイルを展示目的のために保存することを許した。1機は現在ソビエト連邦の SS-20 ミサイルと一緒にスミソニアン博物館の米国立航空宇宙博物館に展示されている。もう1機も SS-20 と共に ロシアのモスクワにある中央軍隊博物館にある。何機かの不活性化されたパーシングアイおよびパーシングやミサイルはアメリカとドイツで展示されている。パーシングおよび SS-20 ミサイルからのスクラップ材がいくつかのプロジェクトで使われた。セレテリはグッドディフィッツイビルという大の核戦争のドラゴンと戦っているセントジョージの記念碑的な銅像を作成した。そのドラゴンは パーシングと SS-20 ミサイルの一部から作られている。その彫像は1990年にソビエト連邦によって国連に寄付され、ニューヨーク市の国際連合ビルのグラウンドにある。1991年に災害救援のためのレナード・チェシャー世界記念基金は、そのスクラップ材でできている団体ロゴのバッジを販売した。筆記具メーカーのパーカーは、 ミサイルのスクラップ材でできている記念基金のバッジとセットのペンを作成し収益の半分が基金へ寄付された。2000年何人かのアメリカ陸軍のパーシング部隊の退役軍人は仲間の退役軍人を探すことパーシングシステムに関する情報と遺産の収集を始めることを決めた。2004年にパーシングミサイルシステムとその運用に従事した兵士の歴史を保存し 解説し、これらに対する関心を高めるためと、パーシングが世界の歴史で演じた役割のより深い認識を促すために、そのような情報を現代と将来の世代が接することができるようにするために、長期的な目的に対処するために、パーシングプロフェッショナル協会を法人化した、パーシングシステムの安全確保を任務とした第4、不評連隊、第2大隊の退役軍人は、 パーシングタワーラッツとして知られる支部を結成した。また、ドイツの2つのドイツ空軍ミサイル航空団も、退役軍人団体を結成した。出典、デシグネション、システムズ、ネットハット、アームドフォーセス、チャーリー、S ハリケーン、軍隊、チャーリーのハリケーン。タイム社。2007年4月17日閲覧。ハーウッド、ウィリアム B、レイズ・ヘブンアース、天地を掲げる。 サイモンシュスター。ISBN0 から671749986。67 I を MGM-31A、IA を MGM-31B、II を MGM-31C とする説もあるが、定かではない。パーシング、人員、ミサイル、任務、パーシンザマン、ザミサイル、ザミッション。 WSS009 The m a r ン i n c o m HTTP コロンスラッシュスラッシュ JA.SCRIBD.com スラッ、ok、シュドックスラッシュ六6 4 0 7七7 3 0スラッシュ WSS009JFKS ビジットツーホワイトサンズ JFK によるホワイトサンズ視察ホワイトサンズミサイル実験場アメリカ陸軍 2006年10月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006年12月22日閲覧。フィールドアーティレリー、S ニューエストミサイル。野戦砲兵隊の新たなミサイル。アーティレリートレンズ、36、パーシングロケッツ砲ヨーロッパ、ヨーロッパのためのパーシングロケット。インター・イビア、メンサー、ジュニア、ウィリアム・アール、テストエバリエーション・オブ・ラント、モバイルミサイルシステムズ。 地上移動式、ミサイルシステムの試験及び評価ジョンズ・ホプキンス。APL テクニカルダイジェスト。h t t p t e c h d i g e s t j h u a p l e d u t d 1 9 0 4 m e n t z e r p d f 2 0 0 6年7月6日閲覧。パーシングやシステムディスクリプション。パーシングやシステム解説。 マーチン・メリエッタ・エアロスペース OR13-149 オリジナルの2004年5月9日時点におけるアーカイブ h t t p s, s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 0 4 0 5 0, 0 9 1 6 5 7 2 9 h t t p w w w s t e l m a r s k i c o m p e r s h i n g d o c u m e n t s m a n u a l s o r 1 3 1 ミサイルズフォーピース平和のためのミサイルタイム http コロンスラッシュスラッシュ www.time.com スラッシュタイムスラッシュマガジンスラッシュアーティクルスラッシュ例9171 913468 00 html 2006年12月22日閲覧パー,あるあるパーシングにあるあるパーシングにあるある パーシングウィキ、パーシングプロフェッショナル協会。2007年10月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006年5月10日閲覧。ザ・パーシン・ウェポン・システムイッツ・イルミネーション。パーシング兵器システムと、その廃棄。アメリカ陸軍。2006年6月23日時点のオリジナルより、アーカイブ。2006年6月1日閲覧。パーシン・ディスプレイ・ミサイルズ。 展示用パーシングミサイル。パーシング域、パーシングプロフェッショナル協会。2007年10月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006年5月10日閲覧、ビジネスノーツ、チャリティー、ライティング、オフザウェポンズ。ビジネスノート、チャリティー、武器を対象外とすること。 タイム、h t t p コロンスラッシュスラッシュ www.time.com スラッシュタイムスラッシュマガジンスラッシュアーティクルスラッシュ 0917197412300html プロムイドイコールグッケルプ2007年3月6日閲覧パーシングプロフェッショナルズアソシエーションパーシングプロフェッショナル協会ヤフー 2006年6月1日閲覧、pershingmissile.org、e. パーシングプロフェッショナル協会2006年6月1日閲覧、パーシングウィキ、パーシングウィキパーシングプロフェッショナル協会2007年9月28日時点のオリジナルよりアーカイブ2006年6月1日閲覧、パーシンタワーアラッツにホースインファントリー パーシングタワーラッツ第2大隊第4不評中隊ヤフーグループスヤフー2006年6月1日閲覧トレディシャンスジェメインシャフトフラグコーパージェシュウェイダー1第1ミサイル航空団退役軍人団体2006年6月1日閲覧トレディシャンスジェメインシャフトフラグコーパージェシュウェイダー2第2ミサイル航空団退役軍人団体2006年6月1日閲覧 デシグネションシステムズネットありがとうございます。